15日のプロ野球工事で、中日はオールランド・カリステ内野手とリュウア内野手を抹消した。カリステは今季95試合に出場して打率点284,6本塁打32打点。14日のヤクルト戦、神宮、では5打数2安打1死球だった。21歳のリュウアは17試合に出場し打率点159,0本塁打2打点。十四日のヤクルト戦、 神宮では8番2塁で出場しに打数無安打で7回の第3打席では代打を送られていた DNA は松尾潮音捕手、阪神は及川正樹投手を抹消した松尾は10日のヤクルト戦横浜でスタメンマスクをかぶって3安打をマークその後は3試合連続で代打起用されて無安打だった及川は14日の巨人戦 東京ドームに先発して4回4失点で負け投手となっていた。